おはようございます。むくみの朝、鼻づまりの朝です。あと野球ボールありがとう、風船もファイトもありがとう。おはよう。皆さんおはようございます。中村舞です。今さっきおはようポストをしてきました。見てください、ヤングチャンピオンさんの写真。いしてる、ありがとう。おはよう。見た、皆さん朝の支度中ですか？私はこの飲むヨーグルトを飲もうと思います。プレーンが好きです。あの冷蔵庫の息がよくってすっごい冷たくしてくれるんですよ。キンキンに冷えてます。おはよう。めっちゃ鼻詰まってる。鼻声じゃない？何時に起きたかな。私って寝落ちしとったんよ。マジでショールームが終わってすぐ寝落ちして、で何時に起きたっけな、6時40分とかぐらいに目が覚めて、でそう、さっきお風呂に入りました。朝シャンしちゃった。キャンセル界隈になってました。ショックです。そうなんで今お風呂から出てスキンケアをして髪を乾かして Now です。はいよ、今日もありがとう。朝入りました。本当にバシャバシャ水浴びのごとくお風呂入ってもう眠すぎて、化粧は落としたけどもうシートで、でももう爆睡、そっから大爆睡です。朝配信でも時間は多分そんなやんないです。多分みんなも朝は忙しいだろうし水も滴る。でも若干確かに乾いてない、めんどくさい。風呂上がり配信確かに夜と一緒やわ。夜もいつもこんな感じ。今から大学です、行ってきます。早い、大学もこんなに早いの。行ってらっしゃい。今から仕事です、行ってらっしゃい。皆さんお仕事頑張ってください。今日は水曜日です。なんかあんまり日当たりのいい部屋ではないので、ちょっと自然光が入ってこないんですよ、あんまり。なんですけど、若干見えるのは、今日は曇りですかね晴れてんのかな、なんか、あ、今から寝るって人がいる。夜勤が終わったとかなのかな。もう仕事中？早い。今から二度ね。おやすみなさい。幸せな時間です。後ろ洋服かけてます。
今日も頑張ろう。東京8時だけ雨、その後曇り。そうなの？雨降らないでほしいな。傘持ってきてないからさなんか降られると傘を買うか頑張って耐えるかで迷うから、うん、持ってきてない。降らないでほしい。耐えないで買った方がいい？でも今日は降らないんでしょ？昼間は。髪が青っぽいって。太陽に。あ、真っ黒だな。まあ何かあったら走ってなんかパルコとか行きますどこにあるか知らないけどどっか行きます。ありがとう。パルコ限定、いやパルコ限定じゃない、私でもパルコか東京って何があるか、パルコか109かルミネしか分かんないから、何があるかも分かってないから、何があるの逆に分からん。他はうーん分からん、何でもある。ロフト、アトレ、アトレとはハンズ、東急じゃない、東急だよね、あれなんだっけ分かんなくなっちゃった。高島屋、デパート、あ、デパート伊勢丹、あ、なんかさ伊勢丹ってさ聞いたことあります。でもなんか伊勢丹はすごくなんかテレビでなんか前やってて、伊勢丹はちょっと高級な感じで伊勢丹に行く用の服を買いますみたいな人がいて、なんかテレビでやってた記憶がある。そもそも伊勢丹に服を買いに行くためにそれ用の服をさらに買いに行くみたいな。ラフォーレ、なんかもう分かんない。原宿ギャルですか原宿もう相当イメージで喋ってるよ私、なんか全然違ったらごめん。近くにいろいろある、まあ、なんかあんま言わないんですけど、ここだろうってちょっと思われるかもしれないからあんま言わないんですけど、マジでいっぱいあって、ご飯はそう、あ、なんか、なんて言うんですか、本当にいろいろとコンビニもご飯も結構充実してるんですよ。そう、だから昨日はコンビニ行ったんですけど、行くまでの道のりでいっぱいいろいろあって、うーってなりながら行って、でなんか行くまでの道のりでめっちゃ誘惑されるよね。うわ、多分この
期間中多分どっかに吸い込まれて食べると思います。ラーメンもあるよ。いや本当にね充実してるんですよ。なんかご飯、困りました。ありがとうございます。今日もお稽古なので頑張ります。ありがとう。さあ何時だ今、やばい、ごめん、まだねコンタクト入れないけど全然目が見えないの。テレビつけとんじゃけどさ、何分かからん、 4しか見えん。40何分か、44か、同じ4なのに全然ぼやけて見えたんだけど、おかしい。マニカもちゃん、ありがとう。目がとても悪いので。うまっ。今日寒い？なんと、じゃーん！半袖です。まあ、この後稽古に行くから、半袖着たんですけど、上はもちろん、なんか羽織って行くんですけど、もう、半袖、今日はいっぱい動くだろうと、はい、そんなメニューだったので、今日は半袖で、挑みます。元気です。わんぱく。昼間は暖かい？ね、なんかさ、気温見たらさ、20度ぐらいまではいくよね。プロパーカーなんか私が着てたグレーのポロのパーカーはずっと着ててもうすっごいダマダマになってごねごねになって着すぎたんですよ。もうずっと着てたからほんとあれごねごねになってでそしたらほぼ同じっぽいやつをプレゼントでもらったのでリニューアルされました。なんで新しくなりました。はい、プレゼントでいただきグレーのそうなんでそっちを持ってきて自分が買って使ってた方は今度のファンミーティングで誰かにあげます。うん。私物プレゼントする。ありがとう。古着
でもさ、本当にゴネゴネなの、なんかダマがついてんのも、なんか、なんていうんですか、もう、ちょっとのショットじゃ取れないぐらいの、なんか、ダマ、もう、ちっちゃい、トトトゴネゴネ、みたいな。なんか、起きちゃう。なんか、毎回、起きちゃんと東京で会うたび、なんかあの服着てたので、おきちゃんが、まいちゃんいつも同じ服着てるみたいな なってて、そう、なんか会うたび動画撮ってたから、見返したら全部同じ服で、そう、だからちょっと今度は、ゴネゴネじゃない、リニューアルされた。でも全くグレーで一緒だから、新しくして。いきます。パカ好きなんですよね、なんか。便利じゃない、あの、チャック付きのパーカー。ゆったり着れるし、なんか私首元結構まである服があんま得意じゃないんですけど、チャックがあったら全然いける。7時50分、もうすぐしたらやめます。やめます。終わります。みんなだって絶対、だってさ、朝って相当忙しいと思うの、みんな。もう、私だったら朝、配信、多分見れないぐらいだと思うので、かま、聞き流す。聞いて、準備しながら聞くとかじゃないと、難しい。永遠やめないで もう仕事中の人もいる。ご飯食べながら通勤中、全力でパンを食べてる。ぼちぼち会社に着く 遅刻する。急げー。もうすぐ会社に着く。あ、お休み中の人もいます。スマホを片手に支度。いやいや、朝食タイムしてる人もいる、結構。通勤中か、朝食タイムか、もうお仕事してるか、支度中か、あ、じゃあご飯、ん？支度中か、休みか。そう、なんか朝配信をすると夜勤明けの人にも出会う。なんか夜は結構遅めだから、その夜勤明けの人には会わないから、そう、朝配信した夜勤明けの人が、仕事終わりましたみたいな人が出てくる。お疲れ様です。本当に本当に。仕事行ってらっしゃい。皆さん、気をつけて。気をつけてお外に出てください。もうすぐハロウィンですけど。仮装してる人いないのかな？ 街中とか、なんかさ、
この間の本通り、私が割と東京行く前までの本当に直前の東京じゃない広島はいたんですよ、本通りに。だから仮装してる人がちらほらいたんですよ。今日は保育園でハロウィンパーティーで、かわいい。かわいい。そしてありがとう。渋谷は行っちゃダメ。私はおとなしくお家にいますよ。お家っていうか、ここがもうお家なんだけど。お家にしました。今自分の住みやすいように配置してるんで、物をいっぱい。ありがとう。ハロウィンパーティーの予定はありません。まあなんかあんまハロウィンの気分になれないんですね。まあハロウィンってなんだ、ハロウィンの気分になれないって思いながらこの10月を過ごしています。この背景でちょっとショールームの背景で申し訳ないですけど、ハロウィンの気分になれない。私はもうウルトラロマンチックハロウィンでハロウィンが終わりましたと、この間のお話し会で。55、ちょっと目が見えないんだけど、合ってた。じゃあ8時にもう終わります。57分に男女呼ぶね。練習頑張ります。占い？ちょっと待って。なんちゃん？なんちゃん？8？ 本当にですか？え、本当にですか？お羊座？8つけたよ。今 CM 中？目覚まし占い。ああ、じゃあ行きました。なんて書いてあるか一個もわからん。じゃあちょっと壇上に呼びます。コンフィーさん、トールさん、ココさん、しぐれさん、お花ちゃんサムさん、パオさん、考えなしさん、きなぺこさん、あおさん、ゆばしりさん、たーきゅうさん、めかしからおじいさん、1位は、ドロロロドゥン、ヨッシーさんでした。ありがとう。今配信気がついた。あー、もう終わるんだよ。今日も頑張ろう。まだ？行ってくる？
皆さん頑張ろう。今日もちょっと占いは、え、この後占い、え、占い何時。まあ別に占いはそんなにめっちゃ信じてるわけじゃないんですけど、一応まあ見とかないといけないかなって思ってじゃんけんパー。え、な、何がか、な、何出したの、何出したか全然見てなかった自分が出したやつばっか見て。アイクだったんだ。あ、そうだったんだ。まあ何出したかさ、目が悪くて全然見えなかったんだけど。ということで、はい、占いはなかったです。今日も頑張りましょうってことで終わりたいと思います。また夜に皆さんうん、一日頑張りましょう。見てくれてありがとう。お仕事頑張って。お休みの人はゆっくり休んで、出勤中の人は走れー、あ、気をつけてね。やったねー。3、2、1。いってらっしゃーい。行ってきまーす。